店長武蔵とその仲間がバイク屋をやっていただいております、いつもご視聴ありがとうございます、はい。今日はですね、ヤマハのこれ輸入車なんですが、グランドフィラーノ、こちらのハイブリッド、こちらでございます。現在はもうハイブリッドになったみたいですね、ヤマハさんのね、グランドフィラーノハイブリッド、125cc のスクーターなんですけど、モーターをね組み合わせて、いるということでございます。で、輸入元 IPS さんがね、輸入しておりますので、そちらの販売を、うちもさせていただいているわけでございます、はい。で、まあ、これカタログは現地のね、タイのホームページからちょっとね印刷していますけども、まあ、こういうね、それでですね、まあ、もちろんアイドルストップ&スタンドスタートシステムっていうのがあります。で、これ従来のやっぱりセルモーターではないんですよね、はい。なので、いわゆるこうキュンキュンキュンっていうんでかかるんじゃなくて、って感じですかね、って感じですかね、そんな感じだと思うんですよね、はい。で、まずですね、カラーリングなんですけど、ABS 付きとそうでないものがあります。価格差は1万円ぐらいです、はい。なので、ABS 付きをこう購入いただいた方が、いいとは思うんですよ、やっぱ安全を考えると。ただですね、やっぱカラーリング云々っていうのがあるので、ちょっと違うんですよね。 ABS 付きのカラーっていうのはシルバーとブラックで、シートは茶色、のタイプね。こういう感じ、一番上ですね、これとこれで、一応 ABS なしって出したとこの5色があるんですが、輸入元はね、確かね2色ぐらいしか入れてなかったと思います。全色はないので、まあ、ちょっとそのあたりは、要確認っていう感じですけどね、はい。で、まあ、特徴あります、いろいろね。まあ、これ見ながらあれもありますけど、まず、もちろん LED ヘッドライト、まあ、当然のことながらね、まあ、現代のバイクですので。そして、これスマートキーです。あ、失礼、これメーターですね、メーター、アナログのスピードメーターに、それでこれ TFT 液晶インフォメーション、 TFT 液晶すごいですね、液晶ですよ、ついております、はい。で、 LED のテールライトですよね。そして、スマートキーです。やっぱ嬉しいですね、スマートキーね、スマートキー、はい。最近は家でもね、スマートキーなってるらしいですけど、スマートロックっていうんですか、まあ、まあいいですね、それでも、はい。そしてフロントだけなんですけど、まあ、要はPCX もそうですよね。フロントだけなんですけど、ABS。ABS 設定ございます。はい。やっぱり、まあ、どっちかというとフロントの方が欲しいですね。フロントがロックすると こけますからね。後ろの場合は、まあ、なんとかこう、後ろこう振るだけでね、なんとかなるとは思うんですが。はい。そして、まあ、フューエル、これがここでね、パチッとこう開けるボタンでね、フューエル、パカッと。ね、はい。そしてメットインがあって、でね、普通ハイブリッドっていうとバッテリー、大きなバッテリーを積んでるんで、メットインスペースがなくなるんじゃないかとかね、普通そう思いますよね。これ前は普通にあるんですよね、はい。そして、まあタンデムステップがワンプッシュでポッと出るとまあそれはね、まああれですけど、はい。で、このグランドフィラーノのハイブリッドの、まあ、これ特徴だと思うんですけど、バッテリーがですね、通常のバッテリーを使用していると。鉛バッテリー、この鉛バッテリーでモーターも動かしているっていうことらしいんですよ、通常例えば PCX とかのハイブリッドはリチウムのね、ハイブリッド用のバッテリーをどっかに搭載して、でそれを充電して、それに充電して、まあ回して動かしていると、だからそういうどっかしらのスペースが必要になっちゃうんで、バッテリーを搭載するね、例えばメットインの部分が若干犠牲になったりとか、まあそういうのがあります。あと、まあ一番ネックなのは、そのバッテリーがダメになった時に、どうするんだっていう。まあバッテリーダメでね、まあ走れると思うんですよ、別にね。普通の要は、オートバイみたいな感じね。ただ、重いしね、いらないですよ、そんなの。そしたらね、やっぱり交換しなきゃいけないと。で、やっぱり交換するのにちょっとお金がね、まあ、車もそうなんですけど、車の場合はもう何十万って言われていますよね。まあ実際にでも交換するまで
乗り続けるかどうか、まあ、車の場合はですけどね、車の場合は大抵もう5、6年乗ったらやめちゃうと、新車で買ってね、でまあ中古も出回ってますけど、まあ大体ですよ、これは私のイメージです、勝手な私のイメージですけど、ね、例えばプリウスとかね、新しいモデルが出るともう古いモデルがあっという間になくなっちゃう、見なくなると、うん、でどこに行っちゃうのかなって、あんだけ走ってたのがと思うんですけど、例えば、まあ、1代目は、まあいいですけど、2代目のプリウスなんていっぱい売れたですね、それが2代目のプリウスあっという間に見なくなって、で3代目のプリウスはでも4代目が形があまりにもちょっとね奇抜なんで、うわこれやだなって言って買い替えない人がやっぱりね、うん、いるみたいで、3代目は結構走ってますけど、まあそのあたりどうなのかなっていう、ね、やっぱりなんかねすぐ消えていくっていうか、はい、まあそれはいいんですが、で、まあ、まあ PCX のハイブリッドはまあそんなにね売れているものではないと思うので、まあどうなるのかはまだ実験的な部分がねあるんでわからないですけど、まあいずれはそういうバッテリーの交換っていうものが出てくるんじゃないかと思うんです。はい、でこれグランドフィラーノのハイブリッドは普通のバッテリーをそのまま使う充電いわゆる車載のバッテリーですね、それを使ってるらしいので、そのあたりがいいんじゃないかなっていう、うん、とね思うんですよ、うん、でまあバッテリー安くはないですけど、安くはないですけど、じゃあめちゃくちゃ高いかとそんなこともないですから、普通の鉛バッテリーね、うん、っていうことなんで、それを考えるとねなかなかよろしいんじゃないかと、うん、思うんですよね。であとデザインはまあ好みなので、このちょっとベスパっぽいデザインが好きな人にとってはねこれいいんじゃないかと思うんですよ。まあ、PCX とねまあちょっと別違う感じですよね。フィラーノ自体がねそういうちょっとおしゃれな感じのスクーターっていうイメージ、日本には入ってきてないんですよね、うん、最初のモデルからずっといろんなのありますけど日本には入ってきてないと、こういう感じでね、うん、ちょっとおしゃれな感じの、まあ、ちょっとまあ言うなればベスパチックっていう感じですかね、はい、のスクーターでございます、はい、ただもう装備に関してはもう最新鋭のね、やっぱもう全部トーカルが LED であったりとか、はい、スマートキーがついてたりとか ABS がついてたりとか、はい、それでね、でハイブリッドですからなかなかねよろしいんじゃないかと思うんですよ、はい、ただうちはね在庫して云々できるほどね余裕ないんでね、あれなんですけどね、余裕があれば在庫、やっぱこういうのはねちょっといいですよね、実車見たいって方もいらっしゃると思うんでね、うん、できれば試乗したいとかね、うん、思いますよね、はい、まあ、ただその、まあ、システム的にね大体そうハイブリッドになると複雑になってくると、うん、やっぱそうなってくるとやっぱり何かあった時に困るとかね、うん、出てくると思うんですが、まあこのそのあたりがねの鉛バッテリー使ってるとか、うん、なんかいい、うん、あんまりこうやっぱり東南アジアでね普及させようっていうヤマハがね、うん、やろうとしているところなので、あんまり複雑なシステムにはしていないと、まあ、メンテナンスとかもありますからね、はい、そのあたりでなかなかよろしいんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。はい、で、これうちでの販売価格なんですけど、ABS 付きです。ABS 付きで、自賠責が1年。そしてご近所だったら登録も私がやらせていただきます。でまあ遠方ということだとですね、ちょっとね登録はご自身で近くの書類はお送りしますので、ご近くの市町村役場ね行っていただいて。まあ、最寄りの、お近くというか最寄りのですね、行っていただいて、登録していただくと。登録自体は無料ですから、でナンバーもらえますんでね。はい、で、自賠責と、まあ、1年ね、その、まあ、近所でしたらうちで登録、はい、させていただいて。それ全部、あと、まあ、もちろん納車整備だとかなんとか全部入ってます。はい。込みで、329,800円です。329,800円。はい。なかなかお求めやすい価格で。PCX ハイブリッドだと、40万ちょっとはしますかね、乗り出しでね、うん、それを考えるとかなりお求めやすい価格かと思います、はい、で、まあ、日本ではね販売されていないですけど、うん、まあ、ヤマハさんね、まあ、いずれどうなのかなって入れてくるのかな、うん、ちょっとわからないですけど、はい、ブルーコアエンジンですよね、やっぱりね、あとまあ当然のことながらね、はい、これは空冷になるんですかね、水冷なんですかね、これね、Z
全部タイ語で書いてるんですよ。基本的に全部タイ語なんですよ。なんでね、読めない。わからない。はい。あ、これね、BBB1、BBB2。あ、バッテリーはです。ちなみにですよ、バッテリーですよ。バッテリーはですね、ABS 付きの方は YTZ7V っていうタイプです。で、ABS なしの方は YTZ6V っていうタイプのバッテリーを使用しているそうです。はい。なので、いいですよね。ね、やっぱりみんな考えるのはやっぱりバッテリーがなとかね、そういうネックな部分ですから、これいいですよね。YTZ7V っていうタイプですね。はい。だってプラグなんか CR6HSA ですから、普通のプラグですから。そのあたりもいいんじゃないですかね。はい。普通のオートバイですね、これね、本当にね。うん。タイヤサイズは前後110の7012です。はい。12インチです。はい。そんな、グランドフィラーノハイブリッド。はい。販売させていただいてますので、よろしければですね、当店、お声掛けいただけると幸いでございます。はい。グランドフィラーノ。よろしくお願いをいたします。失礼します。